仮設の整備費についてですね、都が大筋で負担をするということを表明させていただいて、同時にこの3つ目のところで、国の方もこれは国家的な行事ということでございますので、ご負担をお願いしたというところでございます。そこで総理からはですね、パラリンピックの経費の負担、それからセキュリティ、ドーピング対策について行うということについてご同意いただき、そしてこれで大枠の合意に大きく前進したところでございます。さらなる経費の圧縮、それから組織委員会の増収、国の負担でございますけれども、ざっくり現時点で申し上げますと、2、3000億円の見直し効果が出せると、このように踏んでおります。2、3000億の見直し効果があるというお話ありましたが、これは 1.8 兆の全体経費のことを言っているのかどうかと。はい、そうです。そうですね、今まだ作業中でございますので、それの積み上げがさらに増えるかどうかといったところで、ざっくりとした感覚を申し上げたところで、またそうすることも必要だと思います。五輪の最近のここ数日の経緯についてお伺いします。国と都と組織委員会と各自治体とそれぞれ思惑異なると思うんです、立場の違いからですね。ただ、それがなんかここ最近、都議選も近いこともあって、政局の場になってるんじゃないかという見方もあると思います。その五輪という国家的事業をですね、政局にすることの是非についてお考えをお願いします。それは答えは明らかでございます、ノーです。それによって国民はきっと興ざめすると思います。いや、政局にされたい方がおられるとしていれば、それは残念なことだというふうに思っております。